の視聴者の皆さんにこの番組の見どころというか、あの説明をいただきますでしょうか。めぐみママお願いします。まあ、今回なかなか普段テレビとかでも集まれないような、うん、なんかすごい面白い人たちがいっぱい集まってくれて、でまあ、お酒も入ってるし、でなんか曲をその人たちの思い出の曲みたいなのをかけてるので、なんかうっかりみんな喋ってくれてるなみたいな感じがすごいあって、それがこの番組のなんかすごい見どころというか、他じゃ絶対聞けない話とか、自分はこれがいいと思ってるけどみんなから見たら変とか、なんかその癖の強さみたいなのもこの番組で知れたりとかして、かなり独特な不思議な面白い番組になったなと思いました。みなみちゃんもなんかこうもうちょっとこうした方がいいんじゃないかみたいなアドバイスもいただいたりとか、うんうんうん、珍しくよテレビでお酒も飲んで、普段も飲まないからお酒飲んでくれて、うんうん、テキーラ飲んでましたからね初めてテキーラ初体験しました。人生初のテキーラ飲んでくれたんで、はい、びっくりしました。でもみんな食いって言ってたから、うん、でも飲めなかった分春菜さんが飲んでくださいましたなので田中みな実さんが今回テキーラ飲んでくださいましたので、そこも見どころでございます。で出ると思ってないからね、このバーで。そう、ね、まさか。そうです、私も思ってなかったですよ、ま失恋、うんうん、みんな失恋だったんですよ。なんかこう確かにテーマというか曲がね、そう、うん、何にもその打ち合わせとかしてないのに全員失恋を元にした曲をチョイスしていて、うん、それすごかった ね、うん、ねたまたま。そうやっぱなんかこういう時間帯に聴きたくなるのって失恋ソングなのかもしれないなって思ったり、うん、ドライブとかまた全然違う感じを聴きたいけど、うん、バーでしっぽりなんか流してくれるっていうと、うん、やっぱそれぞれ失恋とかについてお話しする中で、うん、もう松倉くんがついていくのに必死で可愛かったですね。本人可愛いって言われたくないって言ってましたからね。かっこいいとか色気があるって言われたい。色気があるって言われたい。松倉くんもなんか好きなタイプ言ってくれたんですけど、言ってくれた。全員共感してなくてあれ、うん、それはみたいな、うん、なんだそれはって、生きてるみたいなね。ハマってない感じもすごい面白かったです、うんうんうん、はい、プライベートとかの中どうですか。はい、うんうん、とても仲良くさせていただいて、はい、ご飯食べたりうちに来てくださったりとか、スーパーマーケット一緒に行きました行きました、はい、どんな関係性っていうか、でももうなんか昔からお世話になってるっていうか、あの局アナの頃からご一緒していて、うん、でまあちょっと間が空いて、うん、ドラマで上司の役でご一緒させていただいて、うん、そこからなんか美容の話とか、あのめぐみさん家にお邪魔したり、めぐみさんが家に来てくれたり、うん、なんかちょくちょく連絡取り合ったり、うん、なんか長いですよ、長い。そうね、長く知っているから安心して何でもお話できるっていう感じです、うん、私は、うん、最近あのご相談されたことで言えることなんて何ですか。言えることなんか一つもないですねそう、まあまあまあそうだけど、まあでも美容のこととかは、はい、あ、まあ、何でもこう、うん、本当にお会いするたびに何かしら変わってるんですよ。っていうのはその髪質がめっちゃ綺麗になってるとか、肌がまた綺麗になってるとか、なんかそういうの聞くと、あ、今これやってんのっていう、なんか新しいものが毎回毎回出てくるから、もうついていくのに必死です。そう、それをなんかまた素直に全部やってくれるから、でも全部やる、すぐやる、すごいな、3日後に行く、嬉しくなっちゃうの。3日後に行って通ったりとかもするから、そうそうそう、えらい素直だなと思って嬉しいですね、うん、今回あの恋愛の優先順位みたいな、うん、ありました。みんな意外と低かったんですよね、うんうん、私一番じゃないですけど、うーん、一番はもちろん仕事になっちゃうし、ワンちゃんとか仕事とかいっぱいあるけど、うん、でもなんか皆さんそんなに恋愛を達観していいんじゃない、もっと順位が下でもみたいに思えるのが、うん、新しいと思って、うんうん、たまたまそういう人たちが今回集まってて、うん、やっぱみんな生きがいを仕事とか他のところにちゃんと見出してて、うん、まあ、そんな恋愛はしたいけど、うん、まあ、ダメでもよくないっていう人たちが集まってるのが、あんまりそういうこと話す人っていないし、話してる場所ってないじゃないですか、番組とかでも、うんうんうん、そういう価値観、新しい価値観がこういうメディアで話すのが良かったなと思いました。確かにあたぎさんとか割と本当に恋愛を低く、うん、結構低いところで捉えていて、うん、付き合ったら絶対うまくいかないし、私不安になっちゃうって思いました。滝、うん、さんとなんか付き合ったら。そうね、うん、松倉くんは何言ってた、何言ってるか分からなかったなんだ、なんかあ、でも自分はすごくこう思いがあるタイプもはっきりあるって思ってるんだろうなっていう、うんうん、思ってる、まあ、それを言われたとて分かんないんですけど、思ってる。自分のこと大事
っぽいからね、やっぱちょっと、ね、なんていうのかな、うん、こう自分で失恋に浸ってる感じとか、そういう自分が好きですっていう言葉が見受けられましたね、うん、今回結構。なんか普段そういうこと言ってても多分、素敵って流れていく時間が全部止まるから、今のってさっていう。何それ？そう、南ちゃんもそうですよ。みんな鋭く松倉くんに言ってたから、うん、そう、それも面白かったですね。自分のことが大切なんだねっていうから、そうそうそう、笑顔でものすごい刺してたから。なんかプシッ。でも結構可愛いキャラ。もちろんね、可愛らしい方で、うん、ピュアすぎて心配、うん、そうね、大丈夫かな、うんうん、心配が勝っちゃう。でも頑張ってほしいですよねもうそういう立ち位置ですもんね、もう頑張ってほしい自分でなんとか頑張ってほしい。そう、本当そう、ゆみ様のドラマで、あの同じトラビスジャパンの松田さんと共演されましたけど、あのトラビスジャパンの推しメン決めるだろう、推しメン、推しめどういう質問ですか？あの箱押ししてますよね。箱押し、箱です、うん、そう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 、皆さんなんかすごいピュアで、うん、なんか純粋で部活みたいな感じで世界に羽ばたこうとしているので、うん、まあ、てか2人しか会ったことないんですけどそんなにトラビスジャパンの姉みたいな感じじゃないんですよ全然知らないので、陰、ね、ながら、あの頑張ってるなっていうのを様々なメディアから見てます、うん、はい。